どうも、コセです。今日は実験の動画になっています。セリアで買ったネイル長さ出しチップフォームを長さ出しじゃない方法で使えるかなと思って実験してみました。この地爪の中指のワイヤーアートです。ワイヤーを密着して爪につけるのに使えないかなと思ってやってみました。ではスタート。 0.3 ミリのワイヤーです。セリアの手芸コーナーで見つけました。7センチぐらいの長さに切り取って、ダイソーの細筆の柄のところに巻きつけます。あ、このピンクのマスキングテープは自分のための目印です。これ細筆だよっていう目印。これバネみたいになってるので押さえてぺったんこにしようとしてます。でもなかなかちょっと難しいんですよね。ぺったんこになかなかならない。で、いらないところを切り取って、あらかじめネイルチップを用意していました。カーブが合っているチップフォームを選びました。どんなかな。うん、バッチリ。ベース&トップを全体に塗ります。全体に塗るかどうかちょっと迷ったんですけど、今回は塗ってみました。そしてワイヤーを置いてチップフォームで押さえます。爪のカーブに沿うようにギュッと押さえてるんですけど、なかなか、あ、ちょっと曲がったかも。いけるいける。で、ライトを用意して、キャンドゥのライトです。で、チップフォームをかぶせての光当たれ。っていうか手のシワすご。もう手を離しても大丈夫かな。はい、じゃああとは消えるまで待ちます。このライトを長押しで1分間照射します。どうかしら、できたかしら。ドキドキ。チップフォームくっついてます。で、このポッチを押さえると簡単に外れました。平たい顔底になってるかチェック。平たくなってるけどちょっと左寄り、めっちゃ左寄り。しかもベース&トップを全体に塗っちゃったので、この辺バリが出てますね。ひえー。じゃあ全体に塗るのは NG で OKOK。 ベース&トップでごまかしてみます。この辺ちょっとごまかしづらい。とりあえず全部塗ります。そして硬化してこんな感じ。もう一回トップコート塗ったらなんとかいけるかな。では要領が分かったので地爪にやってみます。まずはチップフォーム選びから自分の爪に合うものを選んでいきます。あ、これがいいかも。これバッチリで、一個ちっちゃいやつだとグッと押さえると合いますね。逆にこのグッと押さえる感じがいいかな。これでいきます。ワイヤー作ります。ダイソーのシリコンペン、ここがくびれててちょうどいい。私にはくびれないですけど、二重巻きくらいのところで切ります。やっぱりちょっと厚みがあります。で、これを押さえて厚みをなくして指に置いて、あ、ワイヤーまっすぐだからカーブのある爪に乗せるのは難しいですね。ということで消しゴムの上でカーブつけます。せっかくなのでチップフォームを押してカーブつけます。ハードラインジェルでのり付け。全体に塗るとダメなことが分かったので細い筋で塗ってみました。真ん中だけ触れてる感じ。はい、今の状況こんな感じです。隙間好き好き。またキャンドゥのハードラインジェル、今度はサイドに置きます。ライトを長押しして準備して、そしてチップフォームを置いて光当たれ。ちょっとこの体勢無理があるので一旦出して、人差し指で押さえてイン。これ加トちゃんペの手？どうかな、これくっついたのかな。あ、切れた。チップフォーム飛んだ。
まあまあカーブに沿ってくっついた感じですね。ダメ押しでもう一回チップフォームで押してみました。でももうジェルは固まってるしあまり意味はなかったみたいです。どうこれ、ちょっとゴミが、これ多分チップがくっついてたとこですね。ここでキャンドゥのドライフラワーを使います。真ん中近くを切ってちょっとお花をバラバラにします。細かセリアのベース&トップワイヤーの内側にお花をつけていきたいと思います。ワイヤーの内側にたっぷり塗ってちょんちょんとお花をつけていきます。いやードライフラワーかわいいね。でもちょっとボコボコしてるかな、こんな感じ。ネイルの表面をならしたいのでベース&トップをちょっと厚めに塗ります。セリアのベーストップ効果熱を感じたことはあまりないので結構大胆に厚く塗っちゃってます。今回爪が伸びたところはもう無視して今ジェルが乗ってるところにだけジェルを置いています。全然厚くなかったです。こんな感じ、ちょっとボコっとしてるかなという感じですね。これぐらいだったらトップコートでごまかせるかな。ノンワイプトップコートを塗っていきます。結構大胆に塗ってるな。もし高加熱であちってなったらランプから取り出して冷めてからもう一回入れてます。で硬化、全然熱くなかったです。一応これで完成なのですがどうでしょう。ちょっとボコッとしてるけどまあいいです、いいのか。で今日やってみた感想なんですけど、消しゴムでもう少し小さいカーブにしてあげて、で爪にのせる時にギュッと押さえてあげればペタッと爪のカーブに沿ってくれるかなと思ったので、わざわざチップフォームを使うことはなかったかなと思いました。あとワイヤーが少し細いもの、今日は 0.3 ミリでしたけど 0.2 ミリのものだったらもっとうまくカーブがつけれたかなと思います。今まで長さ出しをしたことはなかったんですが、このチップフォームめっちゃ使えそうなのでちょっと長さ出しに挑戦してみようかなと思いました。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。